ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1972年昭和47年のイケゴッドマンを、いつものごとく解説するぜ。前番組がレッドマンだったやつね。前のは、とにかくめった出しだったけど、どう違うのかしら。そのあたり今回の解説で、少しはわかるのではないかな。それは楽しみだわ。知らない人も楽しんで。知ってる人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。イケ、ゴッドマン。これまた変わった風貌なんだぜ、イケゴッドマン。イケゴッドマンは、東宝が制作し、1972年10月5日から1973年9月28日まで、日本テレビ系の子供番組、おはよう子供ショー内で、放送された。東宝企画制作の特撮コーナードラマで、ゴッドマンはその番組に登場するヒーローの名前よ。放映時間は1回あたり5分間、1週間6回、または3日3回で、1話完結のスタイル、前後12話260回。概要。子供たちに襲いかかる怪獣や宇宙人に対して、ファイヤーゴッド星からやってきた、超人ゴッドマンが現れ救い出すというストーリー。制作コンセプトは前番組レッドマンと同様でありますが、つぶらやプロダクション制作であったレッドマンでは、ウルトラシリーズの登場怪獣が中心となっていましたが、本作品では制作が東宝企画に変わったことで、ゴジラシリーズなどの東宝特撮作品の怪獣が登場しているぜ。ゴッドマンの武器が怪獣の着ぐるみに引っかかってしまう。本来怪獣がゴッドマンに向けて吐いた毒ガスが風向きの関係で、見当違いの方向に飛んでしまう。怪人のコスチュームの隙間からスーツアクターの背中が見えてしまう。登場人物がレフ板に当たっている。など特撮としてはかなり粗雑であるわ。また、ゴッドマンがピンチになった状態で終わったのに、地話では何事もなかったかのように仕切り直しになっていることが、多々あるなど、構成上の矛盾も散見されたぜ。2007年にテレビアニメラキスタで、主題歌がカバーされたことで注目され、翌年に DVD ボックスが発売され、新作も収録されたわ。主な登場キャラクター。ゴッドマン。怪獣が現れると飛来するスーパーヒーロー。金白色の髪、サングラス状の青いゴーグル、銀色の顔。燃える炎のような赤い体。ゴッドマン角、大、の掛け声で巨大化するぜ。ただし、両足首にはめられている一対の、金属製アンクレットのゴッドリングを外されてしまうと、巨大化ができなくなって元の大きさに戻ってしまうわ。資料によっては、ゴッドリングで巨大化すると記述している。そのせいで怪獣の目の前で巨大化が溶けてしまい、しばしばピンチに陥ることもありましたが、子供たちに投げ渡してもらったり、予備のゴッドリングをはめたりするなどして乗り越えたぜ。敵の股間を攻撃する、敵同士の仲間割れ中に襲いかかる、怪獣に命乞いをするなど、しばしばヒーローらしからぬ言動や行動が見られるわ。マスクの原型制作は、東方の安丸信之によるもの。必殺技、武器、ゴッドマンスパーク。右手の指の間から出すロケット弾。着弾すると爆発する。稀にではあるが、とどめを刺すことに使われるぜ。ゴッドマンサークル。着弾すると爆発するフリスビー状の円盤。不発弾が多いわ。ゴッドシャワー。ゴッドマンから噴射される妖怪液。ゴッドマンキック。飛び蹴り技。稀にではあるが、とどめを刺すことに使われるわ。ゴッドマンクラッシュ。トゲのついたフレイル状の武器。最も多用する武器だが、逆に怪獣に奪われてしまうことも。確率は低いが、これで敵にとどめを刺すこともある。トゲが取れたこともある。色が違うタイプもあり、後期は前のより明るい青。ゴッドマン超音波。過剰の超音波を発生させ、敵を爆破する。主にとどめを刺すときに使われたわ。鑑定者。ほぼ毎回、月曜日もしくは木曜日の放送作品中で怪獣に襲われ、ゴッドマンに助けを求めるぜ。本編の展開に積極的に関わることはほとんどなく、時折心配そうに戦いを覗き込んだり、ゴッドマンが優勢になったことを無言で喜んだりするわ。本放送時の番組前後に解説役をしていた怪獣おじさんが、本編に登場した話も数話あり、それらの回では怪獣おじさんや子供たちにセリフが用意されるなど、ドラマ要素が若干強くなっているぜ。登場怪獣一覧。怪獣はオリジナルのもの以外に東宝特撮映画の怪獣も登場したわ。キンガー。記念すべき第1回目の敵。紙粘土細工のような造形ながら、これでもゴッドマンの怪獣としては常識的なデザイン。ガバラ。映画ゴジラの息子に登場したガバラが、
原爆で巨大化したガマガエルという設定で登場。バトルの最中に背中のファスナーが全開になるわ。ゴースタン。松井秀喜が妖怪になってメンチを切りまくっているような。異常に悪い人相をした怪獣。最後は水をかけられて溶けるぜ。ヤスモン。子供と遊びたいだけの無垢な等身大怪獣。ツノケラーに襲われて骨折する。武器は宝庇。ツノケラー。ヤスゴンに暴行を加えるいじめっ子。ツノケラーという名前ながらツノはないぜ。ツノシルバー。ベテラン肉体労働者のような風貌のナイスガイ。常に口を開きっぱなし、舌を出しっぱなしで戦うわ。ゴロザウルス。かつてはキングギドラにも勇敢に立ち向かった東方怪獣。使い古された着ぐるみはすでにクタクタで、顎がグラグラしており。そこをゴッドマンに執拗に狙われるぜ。マダーン。昔の男前っぽい顔をしたカッパ怪獣。巨大な手をやみくもに振り回して戦うわ。至近距離での非常なゴッドスパークで爆死。やったら。どことなく卑猥な佇まいをした植物怪獣。手元にある軽文社の全怪獣怪人大百科昭和59年度版には、人間の水分をすべて吸い取ってしまう。と紹介されているが、もちろんそのようなシーンは一切ない。前が見えにくい着ぐるみらしく、動きがおぼつかないぜ。カメーバ。決戦南海の大怪獣に登場したカメーバが友情出演。顎が取れてしまっているのが痛々しい。着ぐるみの構造上、派手な動きができないため、亀田大輝の対戦相手のインドネシア選手のように、ほとんど手が出ないまま一方的に敗れ去るわ。フォルゴン。この狂気の表情はどうしたことか。狂犬病か。ゴッドマンにマウントパンチで滅多打ちにされ、首の骨をへし折られるという壮絶な最後を遂げるぜ。ボルフェス。これまた、どことなく卑猥な佇まいをした怪獣。シンプルなデザインながら、見慣れるとだんだんかっこよく見えてくるわ。イモグラス。顔中がカラフルなイボで包まれたジャガイモ怪獣。伝説の前田明対スーパータイガー戦も顔負けのガチな殴り合いを、ゴッドマンの中の人と展開したことで一躍有名に。ブルマン。愛くるしい顔をした牛型怪獣。持ち前のナチュラルパワーで果敢に戦うも、動物愛護の精神が微塵もないゴッドマンに文字通り撲殺されるわ。ドンブラー。もはや怪獣というよりも無表情の肥満児、あるいはハート様。ゴッドマンでしかありえなかったデザインの怪獣の一つであるぜ。スケルトンマンナンバー1。ナンバー2。ショッカー戦闘員のような安いコスチュームながら、身軽ないい動きを見せて楽しませてくれるわ。金鉄ケリア仲間割れなど見せ場も豊富。笑い劇的な最後を迎えることで有名。サンダ。サンダタイガイラに登場した善玉怪獣。子供を襲ったわけでもないのにゴッドマンに襲われ、ひたすら逃げるもゴッドマン超音波で絶命。ガイラ。サンダタイガイラに登場した悪玉怪獣。ワイルドホームレスな風貌は健在ながら、驚くほど弱いわ。トランカー。おっさんの顔をした、史上最悪の人面怪獣。ナベツネがモデルという噂あり。バトルの途中で中身の人がいなくなり、マグロ状態になるぜ。おった。終始暗闇の中で戦うために全貌がわかりづらい、ネズミ系の怪人。あと番組の池グリーンマンにも登場。グリーンマスク。白旗を振って降参したと見せかけての不意打ちを得意とするも、ゴッドマンにケツをスパンキングされるなど一方的に攻められ、最後は土下座して逃走。フントラー。憎めない顔をした犬型怪獣。個性豊かなゴッドマン怪獣の中では最も地味な怪獣の一つで、戦闘力も弱いわ。カッパルゲ。ドルゲ魔人のような名前やルックスに反して、カッパではなくクワガタの化身。ゴッドマンと泥まみれの壮絶な殴り合いを展開したすでに、ゴッドマンスパークで爆死。死後には真っ二つになったクワガタ本物が残される。バットマン。あのバットマンではなく、東方の映画、井戸ゼロ大作戦に登場した、コウモリ人間が友情出演。ゴッドマンと共に怪しいベッドダンスを披露する。なぜか乳首のアップショットが多いわ。オステタム。ギョロメデイラの生えた印象的な顔は、ラリー・ブキャナンのゴミ映画恐怖の洞窟1968に、登場する半魚人を思い出させる、背中におっぱいがあるぜ。テイブラス星人。モグラ獣人とミステラー星人を足して5で割り、水につけてふやかしたようなデザインの宇宙人。全力疾走で子供を追いかける登場シーンはトラウマ必至。ツノジラス。ゴジラの着ぐるみを改造して角をつけた。ゴッドマンには珍しい正統派怪獣。ゴッドマンスパークが効かないぜ。エレファンダー。マンモスの体に象の頭、というよりタコの頭。つぶらや怪獣にもピープロ怪獣にもない。まがまがしくも力強いオーラを放つわ。シラージ。ゴリラの身体にドクロの頭をつけた。アメリカの50年代 B 級 SF 映画のようなナイスセンスの怪獣。おっぱいがあるぜ。ウルフラー。
野生の狼怪獣。さほど強くはなく、ゲジルバと殴り合いの末に尻尾を引っこ抜かれ、赤い屁を越えて絶命。ゲジルバ。瞳孔が開きっぱなしの最高な天狗怪獣。芥川雄之介の花を彷彿させる風貌の持ち主。ゴッドマン超音波で崖から落下し炎上。トリローン。赤い金玉袋みたいな顔をしているオットセイ怪獣。珍しく合成を多く多用したエピソードに登場するものの、大した活躍もできずにゴッドマンスパークで爆死。イボギラー。イボだらけの顔をした、日の日の弟子の漫画のようなトラウマ系怪人。夢落ちで終わるため、ゴッドマンとの決着はつかなかったぜ。ステゴジラス&アクモン。最終回に登場する、花のない怪人コンビ。幼女誘拐だけが目的。赤い顔がアクモンで青い顔がステゴジラスで。両名ともゴッドマン超音波で爆死。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回は昭和47年1972年の池ゴッドマンでしたが、楽しんでいただけましたか？レッドマンほどではないものの、ひたすら容赦なくやっつけるという路線は同じぽかったぜ。ストーリーがありそうななさそうなって感じだったわ。今回はこの内容でしたが、また新たな情報とかを入手したら再度お届けしますね。何か思うことなどありましたらコメントしてくださいね。次もどんどんと昭和のテレビドラマテレビアニメを解説していくぜ。これからも頑張って解説しますので応援よろしくお願いします。よかったら高評価&チャンネル登録もお願いします。次回した時もゆっくりしていってねー。